皆さんこんにちは、たそがナイスです。リアルデイズ100デイズ89日目やっていきましょう。それではスタート。はい、行きまーす。ということで、F3 を押して待って、今日88になったということで89日目ですね。さあ89日目ということで、今日はねやらなければいけないことがあります。ということで、まずね、そのやらなければいけないことをするために、まず必要なものはね、丸石ですね。まず丸石を掘りに行きたいと思います。しょっぱなから丸石掘りに行くんかって感じですけど、丸石がねこれだけしかないので、なんか今イカの足見えましたけど、今日はね、あのウィザーの闘技場を作らなければいけないんですよね。っていうかさ、今日になって思ったけどさ、マジでめちゃめちゃ緊張する。まあ当然ながら、あとね、あと何日かなんですけど、あと10日と11日12日かな、今日入れて12日だなんですけど、あー待って、その前にちょっと待ってね。その前にやらなければいけないことがありました。まず、どこだ、これが昆布を持って、骨粉あります、骨粉あります、よし、オッケー。骨粉まだあるかな、骨粉自体があるか、オッケー。で、ここのね、水流エレベーター壊れてるので修復しなければいけません。そういえば忘れていました、修復。ということでね、ここを直していきたいと思います。ほいっと、さあ下へ参りまして、バシャーン、オッケー。さあバシャーンしましたらば、ここに昆布を植えてもろて、さあここに昆布を植えまして、ここにこのね昆布に向けて骨粉を振りまきますが、うおーうおー、全力でこれ長押しで OK です。連打しなくても OK ってね。まあアイスさんね、なんかこれ連打したくなっちゃうんですよね。これなんでかわかんないけど連打したくなっちゃうんですよね。まあ連打する必要はないので、こんな感じでね、長押しして、さあ伸ばしていきまして、でね、上まで行ったら破壊するだけで OK ですね。で、なんだっけ、そう、ウィザーね、もうあと11日 ?12 日かな、今日入れて12日なんですけど、まあその残り12日で唯一死ぬ可能性のある場所なので、死ぬ可能性のある出来事なので、イベントなので、マジで怖い、本当に怖い。ということで、さあこれでね、水流エレベーター復活したはずなんですけど、いやー、ウィザーなー、倒せなかったらどうしよう、倒せなかったらどうしようっていう不安がとてつもなくね、今ね、アイスさんを緊張させているんですけど、なんか裏で一回練習とかした方がいいのかな、わかんねえけど、まあいいや。では下へ参りまして、この辺のいらねえけどな、まあ、いらねえからここに一旦しまってっか、ここに一旦しまっておいて、ではね、鉄を掘りつつね、丸石を集めていきたいと思います。まあ鉄もね、まあもういらねえけどな、言うてもういらないですけど、まあ鉄、まああったらあったでいいでしょうということで、松明を左手に持ちまして、松明を作りまして、よいしょっと、まあこんなもんでいいか。いやー、ウィザー怖えー、本当に怖いです、非常に怖いです。よいしょっと、まあウィザーねー、なんかまあ安定して倒す方法ってね、まあ言うてもハメぐらいしかないので、まあ正規でね、ちゃんと倒せるかどうかわかんなすぎる、初挑戦怖すぎるってね、アイスさん今ね、とてつもなくビビり散らかしているわけなんですけど、ウィザーってさ、実際簡単なんですか、あれ。わかんねえんだけど、一応エンチャント剣リンゴと不死のトーテムはあるから、まあそこそこ耐えるとは思うんだけど、これもうわかんねえなって感じなんですけど、いやでも、不死のトーテムあったらなんとかなるか。不死のトーテムでゴリオスが一番多分手っ取り早いと思うので、まあそんな感じでやっていきたいと思います。で、今日は今日はですね、前半でこの丸石を集めて、まあ後半、まあ10分ぐらいしたら、まあ下に地下へ行って、で、そこで闘技場を作るみたいな、そんな感じでやっていきたいと思います。さあ、早速鉄が出てまいりました。そこは松明じゃないですね。まあ鉄、言うてももう使わないけどね。鉄、あと何に使うんだ?もうさ、まあ家の装飾ぐらいしかやることがないはずだ。待って、ネザーライトが若干足りてない。あと、待って、エンチャントが足りてねえよ、そういえば。ラピスラズリーがちょっとたくさん必要なので、ラピスラズリーが出てくれると嬉しいんですけど、ラピスラズリーはね、確かこっちの方が出やすいはずなんですよね、下より。下より出やすいはずなので、まあ、出てくれたら嬉しいなって感じで、まあ、掘っておりますが、ラピスラズリーなー、まあ、これガチャだからさ、まあ、いつかは出るんでしょうけど、ガチャだからさ、なんか、どれくらいかかるかわかんないっていうのが怖いんですよね。まあ、ラピスラズリーがね、尽きるともうガチャ回せないので、攻撃もね、さすがに効率悪すぎてやってらんないし、他になんか、ラピスラズリーのいい採取方法、ないです。ないんですよね、残念ながら。
あったらみんなやってますよね。まあラピスラズリね、結構なんだろうな、余裕のあるワールドだったらさ、師匠ガチャとかでね、あの修繕とか耐久とか、まあ防護とかね、その辺は集められるのでいいんですけど、まあこのワールドそんな余裕ないので、全部もうラピラスのエンチャントガチャで集めるのが一番手っ取り早いっていうね、よくわかんない状況になっているんですけど、いやーマジでマジでって感じ。まあ石炭ももういらないでしょう。まだもうあのエンチャントなんだっけ、エンダーチェストの中に余ってるはずなので、もう掘らなくていいでしょう。では帰ります、帰りますが、松明は壊さないでほしい。でまあ一応ね、丸石で作るんですけど、丸石にする意味があるのかどうかはアイスさんです よく知らないです。よく知りません。まあまあ一応してみるんですけど、なんかアイスさんが見た人のはなんかなんていうの、丸石にしてたんですよね。丸石に一応捨ておこうみたいな、そんな感じだったので、まあ、丸石にしてたんですけど、まあ果たしてそれがどれくらい意味があるのかはちょっとよくわかんないんですよね。一応ねハードのウィザーって全ブロック破壊できるはずなので、まあ岩盤以外の全ブロックを破壊できるはずなので、本当にどれくらい意味があるかわかんないって感じですね。まあちゃんとね岩盤の上に立って、まあこのウィザー殴れればいいんでしょうけど、あの統合版のねウィザーって、あの地下に作る、ん、地下にね沸かせるとね、上にガーって登ってくんですよね、上のブロック破壊しながら。なのでいわゆる Java 版の正規的な倒し方はねできないんですよね、多分ね。まあだからね、統合版でちゃんと倒すんだったら海でやった方が楽なんですよね。まあこれね、ウィザー倒した時に言ったんですけど、統合版のウィザーね、なんか4回攻撃して1回休みが入るので、その1回休みの時にね弓とか剣とかでね攻撃できるんですよね。しかもまあそんなにあれが高くない、回復量が多くないはずなんですよね。でも統合版のウィザーなんと Java 版のウィザーの体力2倍あります。なんでやねんって感じですけど、なんであれ2倍になってんのかだけはマジで不明なんですけど、なぜかね統合版 HP 2倍あります。本当に意味がわからない、そんなにいらなかっただろう。まあそれもねあるからね、なんていうの、 Java 版的な倒し方はあんまできないよねっていう話もあるんですよね。まあそんなこともありつつ、まあアイスさんもねウィザーで死んだことは多分1回か2回かぐらい、そんなにね死んでないはず。まあ多分1回あれかな、水中歩行がなかった時代にウィザーの攻撃避けられなくて死んだことが1回あったかな。あれってさ、あれっていつだっけ、あれって動画でやったんだっけ、なんか動画でやったような気がするけど、動画でやったところカットした気がする。あんま覚えてないけど、まあ1回死んで多分ね動画外で死んだことはないんじゃないかな、あったかな、なんか忘れ去られた記憶とかを加味するとまあギリあったかもしれないけど、なんかあんまりなかった気がする。でとりあえず、丸石以外のいらないものは適当にしまっていきまして、この辺もしまって、松明じゃない、この辺もしまって、この辺焼いておくか、まあ、焼いておきましょう。3かな、3で、まあ銅もいらないけど焼いておきましょう。焼いての、うん、まあとりあえず不死の当店持ちましての、ではね下へ参ります。で、まあ、できればね、いや、どうだろう。普通に下岩盤の方がいいか。下岩盤の方がいいと思うので、安全なのはこっち方面だよね。安全なのはこっち方面が安全だったはずだから、向こうの方かな。どこが安全かわかんねえな、これ。でも向こうの方は一応安全なはずだから、この辺を、この辺は下に、洞窟か。洞窟か。はいはいはい。もうちょっと奥から下の方へ行って、溶岩が出てくるとこ嫌なんですよね。溶岩が出てくるとこ嫌なんですが、溶岩越えて向こう側行ったらいいかな。どこがいいかわかんねえ、これ。しかもさ、まあ、溶岩だけじゃなくてさ、ディープダークもあるからさ、ディープダークが一番だるいんだ、これ。まあ、この辺溶岩あったんだよな。溶岩を越えた先とかにやっていきたいんだけど、この辺は溶岩越え、この先は？この先は掘ってないだけか。まあ、掘ってないだけっぽいので、まあ、この辺かな？この辺から、下へ参って、
で、なるべくね、拠点から遠く離れた場所の方がいい。から、まあ、この辺を掘って、まあ、倒せなかったらワンチャン逃げましょう。ワンチャン逃げるという感じでやっていきたいと思います。まあ、倒せなかったら、まあ、でも倒せなかったらもうこの企画終わりだよね、正直。もうなんか、やるかやられるかみたいな、ジャブ版のね、倒し方ってもうやるかやられるかみたいな、そういう倒し方なので、まあ、正味、倒せなかったら終わりだよね。さあ、岩盤までやってきました。意外と早かった。では、この辺をもうちょっと前に掘ってから、もうちょっと前に掘りたいんだけど、掘りたいんだけど、さあ、こんな感じで掘りまして、どれくらいのスペースがある、必要なのかわかんないんですよね。まあ、一応ね、ウィザーを沸かせるのに3マスは必要なんですが、待って、力のポーションは作った方がいいな。多分力のポーションはあった方がよくて、アンデッド特攻の剣はあるはず、ネザライトになっていないから、あれはネザライトにした方がいい。ま、こんだけあればいい。もうちょっと広い方がいい。高さは？いや、高さは、はい、空洞ハラスメント、センキュー。高さどれくらい必要？なるべくね、この岩盤が出ているところがいいんですけど、岩盤が出ているところにアイスさんが立てるようにしていきたいので、なるべく岩盤がたくさんありそうな、ここか、ここ良さそうですね。ここ良さそうなので、ここにウィザーを召喚して、アイスさんがここに立って殴るみたいな、そういう感じでやっていきたいと思いますので、この辺もまあまあ悪くないけど、まあ、こんなんでいいよね、多分。で、下と上と全部丸石に変えていきたいんですよね。まあ、それでいいと思うんだけどな。もう一個隣か。こっちも破壊して。で、ここ、まあ、壁と上もかな。上も一応変えるか。上も一応変えて、で、アイスさんがここに立つわけなので、ここにウィザーを召喚させたいんですよね。なので、まあ、ここか。まあ、こんな感じにしておいて、まあ、ここまで掘って、で、ここは掘って、まあ、ここは壁ですね。ここを壁にしていく感じで、ではね、丸石で埋めていきましょう。上はまあ、後でいいか。上は後でいいや。さあ、こんな感じで埋めての、こっちもね、下も埋めなきゃいけないんですよね。下も埋めなきゃいけないから、まあ、埋めなきゃいけないのかどうかは不明ですけど。さあ、こんな感じにして、ここさ、あんまり遠いと良くないかな。なんか遠いと良くない可能性はありますよね、一応。ちょっと遠いかな。なんか回避場所をもうちょっとちゃんと近くに作るべきかもしれない。よしっと。まあ、こんな感じで、ここにウィザーを召喚して、アイスさんがここに立つっていう想定で、ジャンプ切りができた方がいいか？ジャンプ切りができた方がいい可能性があるので、まあ、一応、これ、上もう一個破壊するか。上もう一個破壊して、まあ、壁とかはね、なんか正面あんま関係ないんですよね。あんま関係ないと思うから、まあ、もう、まあ、高さ3にしておいて、まあ、自分がジャンプ切りできるようにしておくって感じで、そんな感じでやっていきましょうか。高さ3だからもう一個上が壁で、天井ですね。天井をさ、まあ、この辺からでよくない？作るの。ダメ？まあ、この辺からでいいと思うので、この辺に掘っていきます。いやー、怖え。本当に怖い。とりあえずスポイト使って。さあ、こんな感じで作りましたらば、どうだろう。ここさ、こんな感じにしてさ、自分だけ一方的にジャンプ切りできるみたいな、そういう形にしておくか。ウィザーをここに召喚させたいから、もう一個手前か。こんな感じでどう？これでどう？ここにウィザー召喚して、自分はここでジャンプ切りする。で、そんな感じで、ウィザーって高さ2のはずなので、え？ 3 じゃね？ウィザー高さ3です。大嘘つきました。ウィザーは高さ3です。大嘘つきましたね。なので、まあ、これでいいか。ウィザーね、はめるときね、あの、高さ3なので、間違いなく高さ3です、あいつ。で、ね、なるべくね、この大穴がない方がいいんですよね。大穴、この落ちるとこがない方が嬉しいんだけど、あんまり、それは高望みすぎか？なんかね、はまるところがなければ嬉しい。あー、この辺はまるな。あー、はまるけど一応抜けれるな。抜けれる、ちゃんとはまる場所は？ちゃんとはまる場所なさそうだから、まあ悪くはなさそうだな。うん。まあ、足元破壊されてここに落ちたとしてもこっちから登れるよねっていう話ですね。まあ、それだったら悪くなさそう。ということで、とりあえず今開けた穴埋めていきます。
まああんまり意味があるかどうかは不明ですが、であとは上から溶岩が降ってこないかどうかゲーミングも若干ありますけど、まあそんなに上には飛んでいかないはずだから大丈夫だと思うけど、はい、ということでね、簡易的なウィザー闘技場ですね。一応ね、まあ、軽く湧き潰しておきましょう。で、この辺に、退避用の場所、この初手の爆発を退避するためにこっちに穴を開けておいて、で、爆発が済んだらこっちに行って、ここで剣を持って殴るみたいな、そんな感じでね、いきたいと思います。いやー、いけるかな。まあ、不死のトーテムあったらなんとかなるか。ではね、ウィザーを倒す用意をしていきたいと思います。ちょっと待ってね。これ、ウィザー闘技場っていう、あれが分かりにくいので。これさ、溶岩近すぎるかな？溶岩近い？近くもないと思うけど、ワンチャン上から降ってくるか？いやー、降ってこ、大丈夫でしょ。まあ、一応、てか、エンチャント金リンゴあるから、耐火つくよね、確かあれ。エンチャント金リンゴ耐火ついたはずなので、多分大丈夫。まあ、溶岩降ってきても万が一。で、溶岩降ってきたら多分ウィザーって動き遅くなりますよね。多分。知らんけど。まあ、それも、まあ若干有効活用できれば嬉しいなぐらいでやっていきたいと思います。まあ、まあ最悪逃げましょう。最悪ね。まあ本当に最悪、最後の手段として逃げましょう。では、ウィザーをね、倒す準備をしていきたいので、一旦上へ参りまして、どこだ？この辺で鉄のフロアに降りたい。鉄のフロアに降りたいんですけど、降りられませんでした。大変ありがとうございました。鉄のフロアは別に今、まあ、行く必要はないけど、まずウィザー討伐に必要なものは、まず不死のトーテムですね。不死のトーテムでしょ。で、力のポーションを作らなければいけないことをアイツさんはすっかり忘れていましたので、待って、まず丸石をしまって、真相眼しまって、はい、しまった、OK。で、いらない石しまって、で、丸石はね、若干足場になるかもしれないから、一応持っとこうね。持っておいて、ガラス瓶で水入り瓶を作りまして、さあ、3つ作りましたらば、力のポーションは、確かブレイズロット、ブレイズパウダーかな？ブレイズパウダーを使うはずなので、ブレイズロット、ブレイズロットを持ちまして、ブレイズパウダー作りまして、ネザーウォートからですね。ネザーウォート入れまして、ブレイズパウダー入れまして、強化だからグローストーンかな？グローストーンってある？待って、グローストーンってありますか？グローストーンを出すとは、ないですね。ないですね。ちょっとグローストーン出すと取りに行かなきゃいけないわ。グローストーン出す、ないよね？ないよね？ちょっとグローストーン出すと取ってきます。大急ぎで。力のポーションが絶対必要。絶対ってこともないのかな？まあ、必要で。で、あとは、まあ、暗視のポーションが必要で。そうだった。遠いんだった、ここ。ここめちゃめちゃ遠いんだった。グローストーンってどっかにあったっけ？なかったよね、確か。この通路の途中にグローストーンってなかった気がするので、ちょっと走って取りに行くしかないですね、これ。走れ。待って、ソウルスピードがついていない。金ブーツ、助けて。まあ、ソウルスピードじゃない、グローストーンはね、そんなに珍しくないはずだから、その辺探せばどっかにあると思うんですけど、どっかにないですか？待ってね、ソウルスピード履いた方がいいか、これ。ソウルスピード履いた方がいいですね、多分。今、シルクタッチ。今、シルクタッチじゃないです。幸運です。オッケー、シルクタッチに持ち替えて、これを履いて、これ回収して、グローストーン、グローストーンどっかにありませんか？さあ、この辺溶岩ですね。この辺は完全に溶岩。待って、なんか落ちてはいけないところに落ちてきた気がする。ちょっと待ってね。ここと、なんかどっかにグローストーンないの？取りやすいやつ。取りやすいやつ募集。あと1分しかない。助けて。間に合うか、これ。この辺は、ここ落ちても大丈夫か。ここ落ちて、取りやすそうなグローストーンなくて草生えてます、今。取りやすそうなグローストーンないの？本当に？さあ、ガス通りますが、ちょっと待ってね。今日これ間に合わないな、時間。ちょっと時間が間に合わないので、ちょっと待ってね。どっかで今日終わるんですが、あのガスと鬱陶しすぎるため一旦破壊して、OK？ で、グローストーン取れそうな場所ちょっと探しましょう。本当にないんだけど。そんな近くにないことあるんだ。
まあそんなにね高くない場所なので、あの辺かな、あの辺が取りやすそうではありますね。ちょっと待ってね、ここで終わりたくないんだよな。ちょっとせめて安全を期して、この辺をね、開けての、ここに埋まって、で本日終了です。はい、ということで89日目、お疲れ様でした。いよいよ明日ウィザー討伐ということでね、もう気を引き締めて、もう最後の山場です。ここで死ななければ100日生き延びられますということでね、頑張って倒していきたいと思います。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。